鎌ま氏鎌か氏は、鎌倉時代以来の筑後国の一族。鎌倉時代は、自動職、室町時代は、大臣の国人領主、戦国時代は、筑後十五条の旗頭の大名分で、柳川城主であった。鎌ま氏は、歴史的に見ると、佐賀源氏そして佐賀源氏渡辺と、松浦氏族の、前、鎌ま時代、鎌倉時代南北朝時代と、 藤原氏系宇都宮氏族の、あと、河町時代、室町時代、戦国時代がある。大田良によれば、鎌町氏は、筑国氏の名族だが、その出自については、諸説あるとして、藤原住友説、佐賀源島松浦同説、藤原氏北家宇都宮施説を挙げている、静止家系大辞典第一、角川書店。これらは、鎌町氏の長い歴史における、そう、鎌町。 前かまち、あと、かまち時代の羊に関するものだが、かまち市の祖とも言うべき祖かまち時代の羊の、現象としては次のようなものがあ。1、古代の大野氏の子孫説2、藤原住友の子孫説3、立花の金よりの子孫説。大野氏の子孫説は、阿蘇神社関係の古文書によると、阿蘇市の祖とされる大野氏は、神武天皇の子のかむやい耳の御の子との子孫とされるが、 かむやいみの命の孫の側便玉命、早見玉の巫女の奥方、ひがみが、あそ国造神社の主神であるカマチ姫であり、神宮皇后に仕えたとされ、その子孫という伝承である。カマチ市の源流については、九州の古俗説があるが、その場合、この説は、最も有力な根拠とされている。藤原住友の子孫説は、カマチ城の築城者が、 藤原住友の一族であり、その子孫が水間軍、鎌地雄の領主だったという伝承から住友の子孫と柳川では語り継がれてもいる。しかしこれらはいずれも伝承の域を出ない。鎌地城の築城者は藤原住友一族ではなく、太宰府をめぐる戦いで住友の弟の藤原淳紀の軍勢を迎え撃った、太宰本の措置の立花の金よりであり、 その子の立花の里市通りの子孫が、鎌地城により、鎌地の領主となったとする説もあるが、これも伝承の息を出ない。大春元年、1126年に、超久し院、天台州を建立した、僧侶、時効の俗名は、鎌地宇都と伝わるが、地名の鎌地を豪とした最初の人物とされる。地元の関係寺社に伝わる伝承によれば、 鎌倉氏は古代以来の名族であり、その名跡を、大野氏、藤原氏,氏、佐賀源氏、佐賀源氏渡辺氏、宇都宮氏その他の多くの氏族が、婿養氏などの形で継承したのではないかとも言われる。最初に、鎌倉を氏名とし、鎌倉氏の祖とされるのは、鎌倉時代初期の佐賀源氏の源の久直、鎌ま久直である。久直は、 平安時代後期の平野清盛の前世時代の、仁南三年、1168年に、九州の非全国の天皇直轄荘園の神崎僧、鳥羽院良神崎僧に、召喚、宗寺として下校した樹五一下の貴族の位を保持した、佐賀源寺の源の三松の孫とされる、鎌家府。あるいは子という説もある。同系府では、 久直の祖父の源の満ツ松は、十三未中納言の源の雪久の後裔とあるが、雪久とは、佐賀源寺初代の十一位佐大臣の源の通るの孫で、十三未中納言の源の正ししげる、供養部人かその敬類とされている。源の久直は、祖父の万末以来の松浦一族の山城氏の勢力地であり、平野忠盛以来平家が支配し、その日葬貿易の拠点だった。 非全国神崎にいたが、自称、樹栄の乱玄平合戦においては、松浦島と同じ段の裏の戦いで、源屋形に組みた港により、鎌倉幕府の鎮税後家人となり、元究元年、1190年に、筑後国水間軍の自投職に任じられた。久直は、水間軍、鎌地優に到着し、地名の鎌地を名字として、鎌地久直と名乗った鎌地優の領主は、 立花の金よりの子孫の多彩夫婦間の畜後、立花氏とする説が有力だが、地元柳川の伝承では、藤原住友の子孫とされ、その娘婿になったとすることから、蒲地氏を藤原住友の流れを組むと伝えている。松浦氏や秋月氏などと同じく幕府の御家人とはいえ、松浦氏や秋月氏などと同じく現、平家方の九州の武家は、 源の頼朝からの信頼は薄く、頼朝の大官的意思を帯びて、鎮税御家人の抑えを含め仕事して赴任してきた、新山の小二氏、大友氏など東国御家人の参加に置かれる。鎌ま物語や、築後国史、下野家宇都宮市政党経営図は、上級年間の松浦氏の源の三縁、源座、津らこと源まどか、源の津らが、 鎌ま氏の祖と記しているが、上級三年、千二百二十一年の上級の欄に、鎌まちゆふさが、後鳥羽上皇の反幕府、朝廷側の武家として参加し、幕府の勝利により一族滅亡の危機に直面している。ゆきふさは、薩摩国の遠隔飛び地の諸領黒島で、修正抹居の身となり、松浦氏一族の源の窓か、源の三園、源、元、ま、窓か、源三園を、 向こう用紙に迎え、どかに名跡を譲り、どかが渡辺島かま市として新たに家を起こした。この源のどか、源の三園による渡辺島かま市の起こりの消息が渡辺綱の流れを組む源のどかをかま市の祖とする伝承のもととなっている。現行の際には、かま初級が松浦島の一族として出陣し、執権法上自州からの感情を受けた。 南北朝時代は、南朝方に属し、菊池武都氏が、足利高氏を迎え撃った1336年、県武3年のたたら浜の戦いで、鎌倉武久が、着子のないまま討ち死にした。武久には、着子がおらず、その死後、鎌倉氏は、金長親王の率いる南朝方の力が、衰えるまでの約20年間、領主不在の状態となり、所領は、武久の娘が、 同じ党として、かろうじて守っていた。この源の久直に始まる、佐賀源氏の鎌地氏と、源の窓か、源の三園を祖とする、佐賀源氏渡辺と松浦氏の鎌地氏を、鎌地氏の時代区分から、前、鎌地という。淡田関白道剣の抜用宇都宮左衛門の城ともつなの後院なり、久則三代の祖宇都宮藤原定久、聖年間、 1324年から1226年、清清将軍へに具部して、日後国に下り、久乗が時にあたりて、渡辺と岡町氏が、婿となりその遺跡を領すと、筑後氏が伝えているように、南朝方に属した、筑後宇都宮氏の宇都宮久乗が、岡町武久の娘を妻とした。筑後宇都宮氏は、宇都宮貞久に始まり、貞久は、 藤原氏北家の藤原道兼の流れを汲む、宇都宮氏の一族であり、宇都宮氏第八代の宇都宮貞綱の弟で、筑後国山門群セタカの大木城を拠点とした、宇都宮康氏の次男の宇都宮貞安の三男で、九州南町の拠点の日後国八代にいた。貞田久の子であり、久乗の父になる宇都宮階級は、筑後川の戦いで打ち死にしており、また、 祖父の定久の秋後の南朝朝落期に久典りは、築後土着すべく、蒲内市の名跡と医療を次蒲内久典りと名乗った。久典りに始まる、藤原氏族宇都宮党の蒲内氏は、時代区分から、あと、蒲内というが、築後宇都宮市でもある蒲内氏が、伊予宇都宮市の同族とされたり、武前宇都宮市の分流とされるのは、伊予国から、武前国に移った。 宇都宮貞安の足跡に関係していよう。久典は、筑後氏後の大友氏の参加に入り、1373年10月に、大友近代と、菊池武友が、肥後国で激突した時、田尻明康ら筑後諸将と共に大友軍に属し、竹井二陣を構えたが、戦いは、菊池氏の勝利となった。戦いとは別に久典は、着死の鎌地義久。 無前宇都宮氏の志士となる、白井則りふさ、大喜市の祖となる、大喜助貞を生み、一族の門脈を築後に広め、鎌地氏は築後に大きな勢力を築いた。また鎌地久則は、大江年間に城郭を拡張して、城下町を築いた水間軍師とされることから、久則が、後の鎌地氏発展の基礎を築いたと言える。鎌地義久の着手は、重久だが、 次男の奥間は、今村氏、今村大隅の子孫は、現在も広安や片後に、江崎や内岳として子孫が現存しているを、三男の家久は、犬塚氏を、四男の安秀は、坂見氏を、伊豆の近房は、城島氏を名乗り、それぞれの在地豪族の名跡を継ぎ、鎌地氏の勢力を拡大させた。鎌内重久は、畜後の黒木や三池氏。 被後国の小城氏が連合して、大友氏に反旗を翻したとき、五条氏、星野氏、草野氏、門中女子と共に、大友氏側として出陣し、久典以来の勲行を大友氏が評価するようになり、茂久は、文後、畜後の死後の大友近氏茂から、茂の字を、その嫡男、鎌地近久,久は、親、茂の子、大友正近から、親の字をそれぞれ歌詞された。これ以降、 大友氏歴代当主は、鎌倉氏市の当主に対して、名前の一字を与えることを通例とするようになり、鎌倉氏市も、大友氏幕下の筑後国領主として存続することになった。分記年中、1501年1504年、水間軍、鎌倉の城主、鎌倉地,地区を守る春久築きて、居城競りと南地区名欄に、柳川城に関する記述があるが、鎌倉氏市の後の本城となる。 柳川城は、かまちはるひさにより、かまち城の市場として築かれることになる。またはるひさは、高ひさを、かまちの母大寺とした。柳川城を本城としたかまちの勢力拡大を、危惧した大友氏は、かまちはるひさのこの大の時に、かまちを、兄、かまちあきひさと、弟、かまちちかひろのにやに分割し、双方を同格の大名分とし、かまちは、 柳川の河町や木久の着流、下河町、河門、左三戸どへと山下の河町下広の分流、上河町、河門、下り富士になる、下河町や上河町という名称は、両河町市を区別するための便宜上の名称であり、またこの場合の下、上は、下が西、上が東というように位置を表す。国を中心に、大内は、 筑前氏後も兼ね、筑後国の溝口氏、川崎氏、星野氏などが、大内氏になびいたため大友義明は、重臣の滝田近さを総大将とする軍を派遣。筑後からは、鎌地明久が大友軍の一翼として出陣し、大内氏の影響を一掃する。しかし、大内氏は、重臣の東京棒を使い、筑後への浸透を諦めず、西牟田氏溝口氏、三池氏。 大津山氏が、大内氏に呼応し、筑後の諸将は、藩王友方になるが、鎌まち久は田尻親主、草野明康と共に少数派ながら王友方につき、鎌ま城は、藩王友方により包囲された。鎌ま城には、池松、成清、山口、富安、矢が大木、田尻、中山、本郷、原、丸野、大谷、池上、高松、東松、 中村などの鎌内流大の家臣たちが守り抜き、藩王友勢を築後から撃退した。河内秋久の後を継いだのが、義臣は鉄の如しと称えられた鎌内明左官であり、関西は祖父の春久が築いた柳川の城を本格的に改修し、柳川城を本城として整備した。その関西が26歳の時、非全国の竜造寺家権が、 無本の門出主の小二氏の重臣の馬場寄地下による討伐戦に敗れ、地後に落ち延びてきた。関西は、家県の一行を手厚く迎え、水間郡の一木村、現大川市一木に住居を用意して保護した。やがて非善に復帰した家県の命を受け、竜蔵寺の家督を継いだのが、仏門から現続した竜蔵寺高信だ家、その鷹信もまた竜蔵寺氏の内紛で、 比善を追われ、行くずつもなく筑後川近辺をさまよった挙句、対岸の筑後の河町明生の保護を受けることになる。関西は、戦場では、荒烈に戦うが、戦以外で、助けを求めてきた者には、敵味方を超えて保護するという人徳者であったという。この関西による二代にわたる保護がなければ、竜蔵寺氏は滅びており、その後の竜蔵寺高信の交流もあり得なかっただろう。 関西は、大内氏に代わって、中国地方を制圧し、九州へ進攻した、毛利元成と、大友総林との文字上をめぐる戦いや、また、毛利氏に加担して、大友氏に反旗を翻した、高橋や氏の討伐戦、大友氏に対して何度も背いた、流蔵寺高信の討伐戦などの合戦に、大友方として度重なる出陣をしており何度も、大友総林からの感情を受けている。 かつて保護した、龍造寺高信の交流の発端となった今山の戦いにおいても、鎌倉ち明は、田尻親屋主と共に、大友総林から、直々の命を受けて数十隻の平線で筑後川を渡り、龍造寺氏の村、中ぐすくを包囲し奮闘した。鎌倉氏市の最盛期は、戦国時代の鎌倉十六代目、鎌倉ち明鎌倉創設と、その子の鎮座座座並みの時で、 柳川の鎌内鎮佐並みの着流は1万2千0丁、あとの六高では約12万国、山下の鎌内近弘の孫の鎌内鎮軍の所流は8千0丁、約8万国の勢力を有したとされる。大友氏と島津氏の耳川の戦いにおいても、鎌内氏は3千の兵を率いて大友方として出陣する。大友氏への忠義一筋の鎌内明生に対し、 着手の陳さざ波は、大友氏からの独立の意思を抱いていた。結果、鎌ま明らは、耳川の戦いで奮戦し打ち死にし、鎌ま鎮、陳、さざ波、陳波が家督を継いだ。耳川での大友氏の大敗北は、畜後の大友ばっかの大臣領主たちの大友氏からの、離反を招き、山下の鎌ま分家の鎌ま明宏以外は、反大友の旗印を掲げ、 筑後に侵攻した竜造寺高信に組みすることになる。鎌まち弘は侵攻する竜造寺軍に対して山下城で約一年間古軍奮闘するが、大友氏には鎌まち弘を支援する力はなく、竜造寺氏とは僕を結ぶ。竜造寺氏が勢力を拡張し、非善をほぼ平定、筑後へと進出してきた際には、父関西以来の関係もあって、 かまちちんさざなみはしばらく、りゅうぞうじたかのぶのために働く。しかし、天正八年、ちんさざなみは、大友義宗に、戦費を改め、停心を励ましむべきのよう伝え基準が認められ、再び、大友氏に従心し、動員されたりゅうぞうじ軍から、たびたび離脱するようになる。天正八年八月、たび重なる、戦線離脱を見とがめたたたかのぶは、 約二万の兵を柳川城に向け鎮砂ざ波と合戦となった。鎮砂ざ波は柳川城にかなり長く籠城したが、その期間についてはないくつか説がある。兵糧も乏しくなり、落城も目前となったため、お父の田尻り監の仲介で、龍造寺隆信と講和した、九州知乱期、かまち物語。この後、龍造寺隆信は、娘の玉、 鶴姫を鎮笹並の妻にし、鎌地氏と竜蔵寺氏はいわば親戚関係となった。竜蔵寺に重臣し、鷹信と義理の親子となった鎮笹並であるが、実はその裏で大友への重臣を続けていた。北越戦士によれば、柳川城の戦いが終わった直後、田尻監守が鷹信へ、鎌地鎮笹並が薩摩の島津に通じていると知らせた。 高信は娘婿を信用しており相手にしなかったが、その後も、祝後からは、陳さざ波範囲ありとの情報がたびたびもたらされる。そして、陳さざ波親族でもある、西武たちに豊かから、島津の老神移住院江門太夫から赤町、重老宛に出された書状が提出され、高信はようやく陳さざ波範囲を悟ったという。高信と田尻監視は、陳さざ波と、 陳さざ波一族をすべて聖伐することを計画する。九州治乱期。高信は陳さざ波に、そこの新城を見学するため秘前を訪問することを要請し、これに応じた陳さざ波は、佐賀にて謀殺される。陳さざ波殺害後、竜像寺高信は、柳川の陳さざ波残党退治を命じ、田尻監守がその先兵として、柳川に兵を進め、 塩塚城にこもった鎮佐々波残党を駆逐し、独立勢力としての下鎌かは滅亡した。その際、龍像寺四天皇の一人、百武県県は、裏切りを働いたとはいえ、鎌ま家は龍像寺氏にとって大恩ある家であり、これを滅ぼすことについては疑問を抱いたと言われている。柳川から落ち延びたのは、鎮佐々波の娘の鎌ま徳子、徳姫。母は、 鎮佐座並ミの繊細の赤星三家の娘と次男の宮原部丸、鎌まち敬である。前者の徳子は、文語に移り、大友氏重臣の旧毛収益のこの旧毛官房の妻となり、その子孫からは、鎌ま物語を表した、鎌ま豊庵や、旧毛氏の名跡を継いだ、旧毛陳部が出ている。徳子の孫の鎌ま静明の子孫の江口秀種のこの、江口鎮世は、 肥後柔術三道場の一つとされた、古奇心流柔術の江口道場を伝える。この江口家から幕末に、幕臣の久保田氏の名跡を継ぎ、老子組、新選組の前身の取締役となり、さらに幕府最後の最国軍隊として、文後十六万国を預かった旗本の久保田鎮勝、鎌ま静勝や、その子で、とは、伏見の戦いでは、幕将として戦死している、久保田鎮。 クボタビ前首などが出ている。宮原ヴ丸マルコのカマチケは、祖母である、カマチ創設の性質の低口因が、少数の家臣をつけて、文語に落ち延びさせ、文語下に土着し、浮遊合士となって、子孫を伝える。初代教師二代近品、三代行政の類大母が、ひたしび筆に現存する。 陳佐座並の着死で、柳川落城の際に殺された、幼い相虎丸、鎌町光虎、鎌町久秀の名跡は、一族の鎌町明続くが次、刑婦上では鎌町着流、氏も鎌町氏の子孫とされる。陳佐座並の兄で陳佐座並と同じく比善で、討ち死にした過労の鎌町重久の子の熊町代は、柳川落城の時は塩塚の民家に逃れ、 成長して、かまちさと名乗り、竜造寺やばれの配下となる。家ばれは、竜造寺高信とは異なり、大音ある、かま明らの血筋を残そうとしたのだった。鎮さ並の弟のかまち光安は、耳川の戦いで討ち死にしており、着死で塩塚上主だった、かまち鎮平は、竜造寺氏との柳川の戦いで討ち死にしたが、次男の大誉れは総席にあり、瀬田河上将の来号寺の、 第四世住職を務めていたが、柳川藩主となった、立花宗茂に招かれ、宗主の性質の千代の菩提寺である吉木四寺を開き、その初代住職となる。大誉れの子孫は、鎌地氏を再興し、江戸時代は、柳川藩主の立花氏の過労格となる。過労ではなくて、過労格であるのは、鎌地氏が、もとは柳川の領主であり、 立花氏の不大の家臣筋ではなかったからである。歌手の松田聖子はこの子孫である。一方、鎌地ちちに始まる山下の鎌地氏、上鎌地は、鎌地鎮軍が、豊臣秀吉の九州侵攻の時、島津四方にあり、秀吉から領地没収され大名家としては、滅びるが復活し、立花宗重の弟の高橋宗松。立花直司の寄り木となり三千国を領した。 陳雲は、秀吉の朝鮮の役に出陣するが不山で病死する。鎌ま氏、上鎌かは、秀吉から大名家としての最高の内諾を受けていたというが、さたのないうちに、肝心の秀吉が死去。関ヶ原の戦いでは、陳雲のこの鎌ま吉きは、立花氏よりきとして西軍に属して、宇賀、石田三成率いる、西軍敗北により、今度は、 徳川家康により領地没収される。その後、鎌ま吉弘は、黒田長政の福岡藩に召し抱えられ、その子の鎌ま重弘は五百国を与えられ、後に、軍武行となった。神運の弟の鎌ま陳行の古代後の鎌まち制定、鎌ま今山は、日後細川藩の藩主となり、法暦の改革に参加し、その後、武行を経て中老、年寄りとなり、九百国の治療を与えられた。 前か町、佐賀源氏、前か町、佐賀源氏渡辺島松浦氏、後か町、宇都宮市、筑後宇都宮市、か町市着流、下釜町、後か町、か町市分流、上か町、か町市やその経類の子孫は多い。か町市発祥の地である旧、水間郡、か町、現在の柳川市、東か町及び同市西館池や久留米市などを含む、福岡県筑後地方、 旧筑語国とほぼ一致する地域には鎌地勢多い。主なものは下記の通り。その他の有名な鎌地市、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。